はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。突然ですけれども、お二人はアキネイターってご存知ですか？知ってますよ。ご存知ですか？なんか何年か前に流行ったよな。アプリでね。そう。あ、そうですね。一人、何か人物とか、キャラクターっていうのを想像してて、それを質問して、誰か当てていくっていうゲームなんですけど、その質問の内容が、はいかいいえかわからない。で、答えれる質問。ああ、そうやったな。はい。で、質問ぶつけていくと。で、今回は、社長と谷口さんが、僕に質問をぶつけるじゃないですか。うん。で、僕は、誰かになりきって、はいかいいえかわからないで、回答していくんで、うん、それを当ててほしいです。OK。はい。これでさ、何がわかるの？ゲームの趣旨はわかったけど。はい。まあ、支援員って、やっぱり質問力。大事じゃないですか。はいはいはい。まあ、何の質問、まあ、意図を持って質問するっていうのが非常に求められる仕事だと思うんですけど。確かに。はい。まあ、ここでちょっと、社長と谷口さんの質問力をちょっと試したいなという企画で。試される日が来た。支援員としての質問力を今試されてると。はい。はい、ああ。まあ、支援員、アキネイター、めっちゃ強いんじゃないか説。ああ。はい。検証ね。検証です。はい。はい、いい質問で当てるわ。やば。いやいや、一応、回答権3回。ああ、3回。はい。1人3回ずつあります。あ、そうなんだ。はい。で、質問は、無限にできます。うん。はい。だから、質問は交代交代で、社長から順番に、社長を、順番で質問していく。うん。社長からの順番。あ、別に、じゃんけんでもいいです。まあいいんやけど、俺の方が有利やけどいい。1質問でいけるかもしれない。あ、いやいや、そのまあそうですね。質問、その1質問から導き出された回答を俺が答えるのはいいやろ。あ、それもちろんです。あ、じゃあ高校の方が有利や。そうかな。しかもそんな甘かった。一問目はセスナーをさ競ってるから。いや、一問目そんな変わんないんで。そう、はい、どっちでもいいですよ。意図を持った質問あるから。ああ、まあ一つ目からですね。そこに対してのはいか言え分からないで、その速度考えたら後半の方、高校の方が有利やけど。大丈夫。じゃあこれでいきましょう。社長は先行でいくで。はい、じゃあ一人僕は想像するんで、はい、では質問、社長どうぞ。あなたはよく麻酔銃で撃たれますか？いいえ。よし。あべ。誰ですか？毛利心。だいぶ絞った質問です。そうね。毛利心。でも今毛利心やったやんか。はい、俺勝て取ったな今。速度的にはさ、確かに。押す準備してたから。押す。確かに。はい、はい、あなたは実在しますか？はい。あなたは異業を成し遂げたことありますか？わからない。あなたはスポーツ選手ですか？いいえ。あなたは有名人ですか？はい。あなたは女性ですか？はい。あなたは、あなたは海外に住んでますか？いいえ。あなたは映画に出たことがありますか？はい。はい、わかりました。はい、竹内さん。あなたは長澤まさみです。違います。俺も広瀬良、長澤まさみ。長澤まさみ当たってたらどうしようと思って。よしよしよし。違います。あなたは結婚してますか？いえ。あなたはグループですか？いえ。あなたはバレーボールの映画出てましたか？いいえ。危ねえ。危ねえ。そう。映画出てるんやったっけ？映画は出てる。あなたは30代以上ですか？いいえ。
社長、あなたは広瀬すずですね。よっしゃー、うっしゅうっしゅ、社長正解です。賭けに出てよかった。よっしゃー、それは何でよかった。今長澤まさん言ってて、はい、で俺あおっぱいバレーで綾瀬はめていこうと思ってけど、仕事ました、ね、これ海町ダイアリーで消していった感じ。ああ、なるほど。じゃあ割と近かったですね。はい、近かったです。あぶねー、社長1ポイントですね。あ、広瀬さんってあれ、ダメだ、無理やな。これあのあれですね、知識がないっていう意味がよくないですか。真意としての格が良くないな。よし、いいですね。社長1ポイントです。いい速さやな、正解までも。素晴らしいですね。楽しくなってきた。ああ、いいですね。じゃあ、2問目いっちゃっていいですか。あ、先行あげますわ。あ、まあ先行だいぶ有利や。ここやったからな。後手に回って。てか、綾瀬はるかを、あの、刺されて動けっくなって。そっちに意識いってもですね。はいはいはい、じゃあ、まあ、順調なんで、このまま第2問。はい。はい。じゃあ、先行対決さんから質問お願いします。はい。あなたは実在しますか？いえ。あなたは、名前に、色。の赤とか青とかそういう色が入ってる人ですか？いえ。絞ってるな。1個目から、あの質問からすごい絞ってるんですよ。今あのちょっと出てきた。まあまあ、はいはいはい。あなたは少年ですか？いえ。あなたはジャケット結構いろんな種類持ってますか？ダメだ。いや、めちゃくちゃ絞ってる。あなたはゲームのキャラクターですか？いえ。あなたはアニメですか？はい。それはまあ、あなたは戦いますか？わからない。少年じゃなくて。あなたは男ですか？いえ。あなたは大人の女性ですか？いいえ。はい、社長。はい、バラ、はい。俺、全く一緒のこと思ってた。大人と子供が分からないっていうな。なんでさ、一発目のさ、毛利小五郎でさ、刺しとって。選んでしまった。勝手に連想させて。僕たちはだって操作した上での。ちゃうんか。わからないか。戦うのかもわからないな。はい。戦うかどうかわからなくて、性別は女性、大人かどうかわからない。うんうんうん。アニメ、ゲームではない。あなたは、空飛びますか？はい。魔女の宅急便の危機。解答権が、解答権が。音の中どうか分からん状態かなって。ああ、なるほどね。社長、あと解答権ですね。はい。あなたは、ジブリ作品ですか？いえ。あなたは
人ですか。一人ですか。はい。そうか。そういうことか。謎質問。しかし意図があるんですよ。意図を持った質問ではなかった。ちょっと待てよ。あなたは日本人ですか。日本人、いや、わからない。へえ。あなたの身近な人と戦いますか。身近な人。ああ、まあ、はい。押したい、押したいけどちょっと聞こうか。いや、ちょっと、まあ一回、いや、ちょっと待ってよ。え、その人は戦わへんやろ。戦わないって言ってますね。身近な人は戦うやろ。うん。え、しくったおるんや。そう、あ、社長の流れあるんすね。あるんすね。こういう質問はできるの。こっちの質問はできるの。どういうことですか。何を考えてるかの方が知りたい。いやいやいや、僕は自分を聞くことないもん。なぜですか。ヒント入れますか。あ、ヒントある。ヒント入れますか。ヒントは国民的アニメ。あなたは静香ちゃんですか。あぶねえ。大人の女性じゃないもんな。いやでもまあ右肩によっちゃ大人の女性。おかじのさ、なんか性質の話というか。だいぶやばい。こんな右肩してんだよ。あ、でもさ、大人になった後の物語もあるもんな。ありますね。そういう意味では確かにな。ただ今のは非常に近い。ええ。非常に近い。多分モデル。モデル。何。もう今さ、私んちのお母さんがずっと。いや、時間帯一緒やったけど。国民的ではない。え、モデル。いっちゃおう。社長。ドラミちゃん。おすげえ。すごい。すげえ。すごい。すごいっすよ、今のは。これちょっとムズいかなと思ったんですけど。嘘。やっぱりな、やっぱり俺だぜ。え、これは社長、どの段階で分かる。あ、今。あ、今。その前は、ポケモンの、カスミやと思った。確かに、カスミ。カスミは戦ってる。まあまあまあ、まあ、ポケモンが戦ってる。戦わせてる。身近な人を戦わせてる。大人か子供か分からない。そう。で、一人かどうかっていうのも、そのポケモンを入れるかどうかっていうのもちょっとあるんですよ。確かに、そこは合ってましたね。いや、まあでも正解したわ。正解ですね。すごい。素晴らしい。いやー。え、もうない？あー、まあもう一問すぐ考えれば、いけます、ね。3点あげましょうか。あの、よくクイズ、しょうもないクイズ番組でやるやつ。最終問題が。次買ったらみたいな。次買ったらできないですね。はいはいはい。なるほどなるほど。じゃあちょっと難しい問題ですね。これさ、あの、はい、見てる人からしたらさ、井口よえってなってると思うけどさ、はい、一発のシーンここに置いてみ。何も喋れん。すごい過酷な場っていうことを分かってほしい。なるほどなるほど。確かに。まあでも二人で引き出してるっていうのは要素だと思う。そうやな。いや難しい。精神力これ使うほんまに。そうですね。確かに。なるほど。じゃあ、まあ、最終問題。これ取ったもん勝ちにしましょうか。そうしようか。はい。これ取ったもん勝ちで。むずめのクイズを。娘ね。はい。では質問、最近さんから質問始まったので、じゃあ社長からです。はい。はい。娘か。オッケー。あなたは
歴史上の人物ですか。いえ。あなたは有名人ですか。わからない。あなたは男性ですか。はい。あなたは日本人ですか。はい。あなたは大人ですか。はい。あなたは岡島さんと会ったことがありますか。はい。へえ。あなたは40歳以上ですか。いえ。社労士ではなくなったという男性で。あなたは、企業の社長ですか。はい。株式会社ジェルベルト代表取締役福田雄志。よっしゃよしマジ。はい、私は福田雄志でございました。くそ、はい、ということで俺がそこに立ってると思ってなかった。くそ、はい、最終問題答えたありがとうございます。やだはい、最初からまあやっぱ想定外を作ってるっていうことですわ。試合の中でもめっちゃ言ってくるやん。やったね。まあこの動画で問われてることっていうのは質問力だけじゃなくて諦めない心と想定外をなくすということですね。めちゃくちゃ。はい、ということでチャレンジャークイズでした。面白かったらいいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。突然ですけれどもお二人はアキネイターってご存知ですか。アキネイター知ってますよ、うん、なんか結構あ、ごめんなさい。おいごめんなさい。もう一回もう一回はい、